まあゲーストデザインの問題っていうのは非常に、深刻でありまして、まあでもまあそういう思いの中で、頑張ってですね、今五七五七の、まあ、和歌の塔が立ってきてます。こんにちは。こんにちは。カーネーションで今やってるわね。何の話ですか。どうですか。ね、ようやく立ちまして、あ、結構大変ですね。いや、大変ですね。大変ですね。まあ、なんかあの建築申請結局しないと通らなかったっていうので。そうですか。うん、でもオチオチするとこの色もね、私は色を塗ってる方の絵描きさんなので塗り分ける方に。オチオチすると吹き飛ばされて塗れなくなるっていう状態を頑張って塗ったんですよね。もうね、本当に暗くなっちゃったけども、まあ、ようやくね、スカが描いて立ったわけですよね。でも何もないよりやっぱり面白いでしょ、こう壁画があってこう、ね、まあでもやっとして品感がなかったからね、ぼやっとしてテレビでこたつさ入って配置しましたから、でこいつ立ったらなんだか元気ね、元気出ますよね。そうですよね。はい、まあ、こいつどこの辺だったら見えかなーなんて、この辺回ってね、まあ初め20メートルまで立てようとしたんですけどね、さすがに20メートルは危なくて、そのまあ予算がついてねやってるならいいんだけど、これ実用予算なしでもう実用ボランティアでみんなやってるので、こういうこの木もそうですけど、あの寄付してもらったものを使うということなので、うん、だから予算なしでやってるから、まあこれが限界っていうのはねしょうがないんですけどね。いや、かなりね、この向かい側からも見ましたし、あとここ下がったところのね、あの橋の上から見ましたし、あとこの壁に橋あるんですよ。あ、はいはいはい、はい、そこからも頭見えます。頭見えた方がいいですよ。人事会長さんもずっと回ってて、私黙って見てきたからだよ。いや、一歩とこで半分らすんだ。この間はこういうところへ、一応終わったんですね。そうですね、組み上がりましたね。出来上がりましたね。どうもおめでとうございます。あとこの足場を取るってことですね。そうですね、これがちょっとシンクで使うところですけど、そうですね、暗い、そう暗いし、もう足場も取っていくのが一仕事で、もう iPhone でもあんまり映らなくなってきてるね。ああ映ってる映ってる。いや本当に暗くなってるので大変ですけど、まあ、足場が早く取れてですね、まあ、この薄暗闇ですから、正確な意味で見えるわけではないですけども、まあ、でもあのまだこの iPhone の画像よりは、肉眼の方が見えていますが、まあ、吉川さん頑張って、ひねったフォルムが、なかなかのもんでありまして、まあ、暗いですからこの足場を崩していく仕事自体が一仕事でありまして、
これ結局、はい、後続計算みたいなのをしたんですか。はい、してます。ああ、そうですか。で申請に出してます。ああ、で申請して、はい、OK やったわけですね、はい。まあやっぱり正確には何メートルになったんですかね、これは。8.1 です。 8.1、 はい、8100ミリ。ああ、8100ミリ、8メートル超えたんですって。すごいですね。8メートル超えたんですって。8100ですって。8メートル100あるんですか、うん、ああだから 8メートルと10センチってことですね。10センチ、うん、あ、うん、なんかちょっとグラグラしてるんですよ、たまに風かなんか。あ、まあそれはそうでしょうね、うん、しなりますよね、それはそうですよ。結構なんかかしいでるようでなんかすごいですよね。いや、なかなかこのひねりも、面白くできてますね。まあちょっと暗いのでよく映りませんから、一回切ってですね、また最終段階で足場取れたところで、映したいと思います。